よーし、スーパーペーパーマリオやっていきまーす。おー、もうハートが6個。早いねー。あと2つ。けど、ハメールストーンを先に見つけないとな、おい。白車馬様はかっこいい。白車様は世界一。うれー、うれー、白車でもいいよ。疲れてんな、おい。めっちゃ疲れてんな。ちょっとうるさいわよ。さっきからここで何を歌ってるの？私の作詞、作曲による伯爵様の応援歌です。お前が考えたんかい。まあ、めちゃくちゃ負けてるからな、マリオに。1000回。どこにいるのって。どっか現れるだろう。いるよ、みたいな。あ、ルイージー、俺の相棒の化粧直しが済んだぜ。エルガンダーに、エルガンダーはシステムオールグリーンだ。出撃強化をくれ。あれ、出かけてるんか。いや、みんな行けって、みんな来いって。めっちゃレベル上げてるから。ああ、じゃあ次の誰、うんうん、次の相手は誰なんだ。デイメン。ああ。考えるね。お前も考えてるな。今考えたやつ。そうだ。俺の相棒もテストドライブをしないと。お前も考えてるな。頑張ってるな。いや、お前早く仲間になれよ。いや、仲間になるか分からんけど。実はあのガッツマンが仲間になるんじゃない。そんなことないか。そんなことないな。絶対ないわ。見てごらん。綺麗な星だ。私の村にはね、綺麗な星の夜に願い事をすると叶うっていういい伝えがあるの。そうなのかい？じゃあ願い事をしないと。必要ないわ。え？願いならもう叶ったもの。もう何もいらないわ。エマ。寒くないかい？いや、完全にこれ、ノワールの。いいえ、とてもあったかいわ、エミエール。だから、もう少しこのままでいたせて。いやー、その気持ちわかる。その気持ちわかる。彼女いないけどな。ぼーっとしてんじゃねーよ、アンナ。ねえ、今、何か聞こえなかった？いや、お前絶対あれだからな。まあ、伯爵の彼女だからな。おー、絶対そうなるやろ。空の穴、また大きくなったみたいわね。早く次の世界への扉を開かないと。急ぎましょう。よーし、急ぐぞ。ちょっと思ったのことがあって、このハメールストーンの時は、ちょっと占い師に聞こうかなと思っておりまーす。おお、帰ってきたか。なんやねん。お主たちも見えたか、あの空を。穴がますます広がっておる。どうやらいくつかの世界をもうすでに消滅し始めてるぞ。おい、やばいな。この狭間は多分いつまで持つことやら。やばいな。本当の意味では予言書ではない。だから詳しいことまでわからんのかい。ただ時間があまりないことは確かである。うわー、やべえな。さっさと。裏デアールやんつから連絡があったの。裏狭間タウンの外部エリアでハメールストーンらしきものを見たと。ああ。なるほどね。あ、オッケー。じゃあ占い期間でいいじゃん。やった。とりあえずセーブして、裏に行こう。お、すげえぞ、ここ。宝の地図がめっちゃ売ってる。まあ、そのうちもう買っちゃったけど、全部買っちゃう。買えるとこまで買っちゃう。行けるとこまで行くぜ。よーし、買った。全部買った後に、フェアリーミニミー。こいつを使って、ここの扉に入ってみよう。これ何なんだろう。お、ちっちゃいなー。ちっちゃい、ちっちゃい。
っちゃいフードショップチェーンプチフラワーへいらっしゃい。大人の事情で顔を見せられない本当にごめんよ。お客さんに来るもの初めてよ。よくこの店、ああ、いけない店？商品を買う。ああ、そういうことね。え、こんなん売ってんの？あ、ミートパワフルめっちゃ安いやん。よーし、狭間の世界のこの1階のところに穴がありました。行ってみましょう。あれ？あれ？あれ？あ、こっち側か。しくじったな。ああ、こっち側ね。ああ、なるほどね。あ、こっち側に、あるー。完全にあるやつー。これは完全にハンマーでしょう。はい、ドーン。来たー。絶対ここやね。間違いない。もうここじゃなかったら、俺もうびっくりするだけだよ。もう別に罰ゲームとかしないよ。もうびっくりするだけ。落ちちゃう。まあ、あるでしょ。ハメールストーン。やるでしょ！これでなかったら驚きだよ。いや、絶対ある。俺を信じろ。俺を信じろー。あるのか？ないのか？どっちだ？あるやん！ないやん！今一瞬あると思ったのに、ないやん！今あったやん！ちょっとのところで。まだ仲間になるんかな？あ、これ、こっち側いけるやん。これは？あ、ブロック。はい。あ、これで？あ、こっち行けちゃう？うわ、これ右来てえなー。ちょっと右行かしてもらって。うわ、宝箱。あれ、これ絶対仲間じゃん。これ絶対仲間じゃん。はい、こんにちは。絶対。え、プラスパワー？力が強くなる魔法のアイテム。え、プラスパワー？違う。地図。あ、地図いっぱいある。アイテム。あ、プラスパワーや。あ、永久に？使う使う。攻撃力が1アップ。やった！超強くなるじゃん。なんか危険でラッキーとかないんかな。そしたらあの前回みたいになんか50、54ぐらいいくのに。あ、そういうのないんか。うわー。でもカードって本当何に使うんだろう。うわー、早く全部終わって早く使いたいな。なんか全然乗れねえじゃんと思ったら、ハンマーじゃん。これね、はい、はい。はい、お疲れ様でーす。ん？これは？何もない。これ落ちていいんかな？いいんや。もう絶対ダメやろうと思ったら。いいんや。ええやんか。おお、なんかあるやん。これもしかして3つともなんかある？お、カード？バリアーのカード。で、カード何に使うんやって。これ3つとも同じ穴？もしかして。はい、同じ穴ですね。わかるー。同じ穴か。じゃあどこ行ったらいいんだ？あー、これ占い使うしかないんか？また。いや、まだ道はある。行ってない道があるはず。頑張れ、俺。占いなんてそんなに頼るな。でもこれいけそうなんだよな。ほっ。いけない。いけねえじゃん。でもなんかこれ右に道があるような気がするんで気のせいかな。これ実はちっちゃくなったらいけるとか。あ、いけない？この穴なら通れそうな気がするけどな。マジで？いけんか。どうしたらいいんだ？無理か。これ落とし穴になってない？そんなことない？ないか。うわ、どうしたらいいんだよ、そしたら。あー、じゃあ行く道ねえな。この土管も入ったし。じゃあ次右か。うわ、わからんな。うわ、占い使うか？俺使っちゃうか？とうとう使っちゃうか？いや、わかんねえよな、これ。じゃあ、これ落ちてみる？もう意味ないと思うけどね。
これ看板見る？看板見ちゃう？看板見ちゃおう。忘れてませんか？この言葉。困った時は次元技。忘れてた。いや別に使ってたけど。あ、まだこっち側にもあるんだな。オッケーオッケー。乗ります。あ、違う、乗ってこう。うわぁ、完全にここやん。あ、で、ここで使うんだな。ミニー。あぁ、危ない。ミニミー。ミニミー。ミニミー。会いたい。遅かった。ミニミー使って、オッケー。よーし。乗ってこう。あ、めくるん。乗ってこう。じゃ、これまず右から、あ、右ねえじゃん。右ないの？右完全ないの？じゃあ左だな。いけねえし。いけねえし。これ踏んでこう。踏んでこう。危なし。危なし。にえ。あ、無理。途中で諦める。え、俺、あるんじゃない？あれ？あれ？あれ？あ、ここが。ここはブロックなってんじゃん。あんまー。どうすこい。あ、来た、ここやん、完全に。これ出てくるんだろ？ハメルンストーンが。ウィーン。お、来た。もう形からしてそう。もう出てくる前に反応してしまったぐらいの。よっしゃー。来ましたよ。よーし。ウィーン。来たねー。来ましたねー。おお、もうすごいね。もう7番目の扉ですよ。もうこれも冒険の一つだけどな、このハメルストーンを探すのも。もう俺にとってもなんか冒険のしがいのない、百年の試練の世界にて勇者は巨大な黒き混沌と出会うだろう。黒き混沌って。黒黒。百年の試練はくぐり抜かれるとき、その世界は滅び、ピアハートも命を失う。そして予言の勇者も、ピアハートともに、死の世界に落とされるであろう。お前が言ったんかい。たった今、解読したばかりの予言の一節である。それにすると、そこの先、世界で、試練とやらを突破できない時が、そこが崩壊するではなく、ピアハートと一緒にお主たちの命も失われるのかもしれないのである。このような予言書を伝えた頃で、不安を与えてしまうだけであることは分かっておるか。それでもわしはお主たちを前に進まなければならない。そんなことしかできない自分が恨めしいである。バイバイ。さよなら。お疲れ様です。では私は大事なもとで戻ります。戻ります。さよなら。はい、来た。狭間タウン。もう休みもなく。戻り土管で戻ってくる。滅びの予言によによ。滅びの予言によって世界は徐々に、そして確実に崩壊へと近づいていきます。残るピアハートはあと2つ。マリオたちは世界が崩壊する前にそれを集めることができるんでしょうか。それとも、次なるピュアハートを求めて、マリオたちは扉をくぐります。ステージ6の1。モノノフ。いいぜ。かかってこい。動画見てくれた？お、見た見た。お、見た？うん、見た。チャンネル登録をした？したしたした。おお。あ、ってことは、もう動画を見てくれた皆さんも、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。